左、プラッシー中、マリンカ右、フレッシュサイダーいずれも、武田薬品工業販売当時の瓶プラッシーは、ハウスウェルネスフーズが日本で販売しているオレンジ果汁入り飲料である。以前の発売元の前身である、武田食品工業の親会社、武田薬品工業によって、1958年に発売された。その後、1981年1月には、 武田食品工業からの発売に変更された。武田食品工業が設立された1958年、当初から主として米国店と自動販売機を中心に販売されていた飲料である。みかん果汁入り飲料にビタミン C をプラスしたことから、それに引っ掛けてプラス C と命名された。後年にはオレンジのみならず、トマトやグレープなどのバリエーション展開も行われた。 母体が製薬会社である武田は小売店への清涼飲料水の販売ルートを持たなかったため流通経路を米国店に絞り主食の米に不足な栄養素を補ってもらおうとビタミン C の入った飲料プラッシーやマリンカフレッシュサイダーなどを販売していた米の小売が主に米国店の配達によっていた時代はその配達のついでに重い瓶入り飲料をまとめて 自宅まで届けてくれるという点が売りであった。テレビコマーシャルなどでもお届けしますプラッシーというコマーシャルソングが使われていた。また、1カートンで1個グラスがついていた。当時のプラッシーにはジュースに似せた食感を演出するためにみかんの絞りカスが混入されており、海鮮前によく振って飲む必要があった。競合商品の増加や瓶入り飲料の衰退、 自家用車の普及による米の宅配の減少などにより、販売数量も低迷したために1980年代に生産中止となる。しかし、復活を望む声や世間の健康志向から1998年にリニューアル新発売。今度は、米国店だけに限らず、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでも販売を行っている。種類は、瓶、缶、 ペットボトル含めて、オレンジ、つぶつぶプラッシー、グレープ、サワーアップル、トマト、レモン、プラッシー50があったが、現在は、ニュープラッシーの未販売。2008年には、誕生50周年を記念して、運州みかん果10入り 350ml、ペットボトルの期間限定バージョンが発売された。米国店で販売されていたため、米のとぎ汁が使われているという都市伝説があった。 また、同じパルプという五感から添加されているみかんパルプが紙パルプであると誤解されることもあった。ありがとうございます。